アンディ・エプスタインは、ポーランドの画家、イラストレーターである。フランスで活動した、エコールド・パリの画家の一人である。当時ロシア帝国領であった、ポーランドの工業都市、ウッチで生まれた。3歳で書店主の父親を亡くし、母親に育てられ、ウッチのヤコブ・キャゼンバゲンの絵画教室で学んだ後、1910年からミュンヘイン美術院で学び、 1912年からパリに出て、グランドショミエール芸術学校で学んだ。第一次世界大戦後、パリに泊まり、パリの前衛画家のサークルの中で活動し、1913年から、モンマルトルの集合アトリエ、ラリューシュを拠点に活動し、アメデオモディリアーニア、シャイム・スーティン、マルク・シャガール、モーリス・ユトリロといった画家と交流した。ラリューシュで活動した画家、 ジョルジュ・ドリニャックの娘と結婚した。生物がヤヌード、風俗が風景画を描き、書籍のデザインやポスターも描いた。1938年に、ウールイコール・エイコール・ロワール県のエペルノンに家を買い、第二次世界大戦でのドイツ占領下で潜伏生活を送っていたが1944年2月23日に逮捕され、ドランシー収容所に収容された。 1944年3月にアウシュビッツビルケナウ強制収容所に移送され、殺害されたとされる。ありがとうございます。